昔、爆発があった、しゃぶしゃぶ温野菜場所ですね。今回は片付けたみたいですけどね。今日は8月の14日ですね。もう、今日はこれから、郡山、サイトからいわき、広野町、J ビレッジ、選手迎え行きます。この時間半くらいですね。今日はね、いつものバスがちょっとトラブルで、横田本線の、バスを借りていきます。時間で一般道、J ビレッジ、到着です。
久しぶり。もう帰ろう。帰ろう。はい。あ、スケがないの。え、じゃあ、リマスターに行くか。リリッ。そういうのがあるの、普通。目に見えないプレッシャーっていうのは勝手にかかってくるから。ただ、ゲーム内容的には、っていう感じ。俺らがやりたいことをあっちがやってたから、ボール大事につなぎながら、手を取りに行く。ただ俺らも俺らで普段やってる本質は忘れてない。ゴール向かう、背後取る、相手の危ないところに入ってできてた。あとはそこに行くまでの、なんだろう、ボールの動かし方だったり繋ぎ方はもうちょっと精度上げて、守備も途中から良くなってきたけど、まだまだギリギリのところがあるから、それがギリギリにならないから、もっと余裕を持って対応できる。優勝はサンテスだと、バニスだと、サンテスだと。俺らが勝った相手が、まあ、これもトーナメントの現状だから、いくらグループリーグで戦いしてもトーナメントはまた戦い方が変わる。1勝1敗です。次はリベンジ。はい、はい、まずしっかり休んで、明日、明後日、火曜日まで行ってます。1回サッカーのことは13、なんでそんな時に言うてるやん。レインちゃん好き。レインちゃん毎日よ。乱
えたふりをして愛想つきたと嘘をつく浅き夢や高せ明日はどこまで行くの